はい、皆さんどうもおはようございます。今日の日付がですね、3月12日8時8分になります。今日はね、ワンドの入り口に来ております。で、濁り方はですね、こんな感じですね。変わらないかなって感じぐらいですね。あの、薄く 5% ぐらい、この場所で言うと、あ、そっか、昨日ちょっと濁ってたのか。だから今日はでもまあ 10% ぐらい改善したかなって感じですかね。ちょっとね、あそこの H のところとここの見え方が、岩のあの存在の仕方がちょっと違うんで、 H のところはね、ドーンって深くなってますけど、ここはこう徐々に深くなっていってるんで、ちょっとね、はっきりとは言えないですけど、 10% ぐらいちょっとクリアになったかなぐらいですかね。 10% から 15% ぐらいのイメージですかね。はい、水温を見ていきます。はい、今日もグッチで釣りました。こんなにね、木がいっぱいあるのに、なんか何もひらめつかなかったですね。ネタがいっぱいあるのに、こんなに。うわ、すごっ。12.5。12.5 度あります。何かの間違いかっていうぐらい。皆さん、朗報です。12.5 度あります。いい感じ。ここまで超えてくるとは思わなかったですね。いえ、行ってー。友達に女の子紹介してあげるよとかって言われて、プリクラとか写真見せてもらったけど、予想以上に可愛かった時ぐらい嬉しいってやつですね。予想を超えてきたってやつです。で、ブレーキセッティングについて今日ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、結構ちょっとずつ下げていって飛距離が伸びるようにちょっと頑張っていきたいと思います。昨日と同じでグランデージ、アピアのグランデージに、グランデージの C80H にレボのビーストですね。それでやっていきたいと思います。 B は、4号です。お願いします。こっちに投げようかな。ちょっと今あんま変わんないな。こっちからちょっとマックス、本当にブレーキなくしていきます。次、ワンの中には誰も今いらっしゃらないので、上流側に、黒大師さんが1名、そのもうかなり上の方にもう1名いらっしゃるんですが、その人はシーバスマンか黒大師さんかはちょっと見えない状態ですね。でこんだけ水温上がったらやる気出るかもしれないですね。ブレーキかなり下げてて、なんかここがちょっとカクカク少ししちゃってもいいって言ってたんですよね。本当は、まあ、するかしないかぐらいが一番理想なんですけど、昔これ僕これアブの古いやつなくしましたね。よくあのカップ、クラシックスタイルのやつの 2500cc とか、あの辺でインバシンカー行ってて、あれ、これブレーキこっちが強いのかな。そんなことないよね。インバシンカー行って横のここのブレーキのキャップ落としちゃって、めっちゃショックでしたね。今小学生とか中学生にとってのそのキャップロストのどこで買っていいかも分かんないし、まあ鶴ヶ瀬に行けって話ですけど、例えば2000円とか2500円とかしたとしてもちょっとね、ダメージでかいですからね。あと中に鉄板のちょっと板みたいなのが入ってたんですけど、それも何枚入ってたっけとか、そういうのも全然ね分かんなかったし、覚えてなかったし。おお、シーバスだ。あれ違うか、ボラか、ちっちゃ。あ、逃げた。あ、違う、これボラですね。10センチぐらいのボラでした。ちょっとブレーキ、これ逆にマックスにしてみて、どんなブレーキかかるかちょっと見ていきます。ああ、効いてる感じするな。こっちだな。ダイヤルで、そうですね、こっちは効いてないから
暑っ。今日はすごい暑いですね。ですね、ウルトラライトダウン1枚にシャツにタンクトップに、あ、バトルしてる、バトルしてる、めっちゃバトルしてる、やばいやばいやばい、にこのレインジャケットを着てるだけですけど、めちゃくちゃ暑い、やばい。ちょっとこの横のカップのブレーキを、これをですね、今全部オンになってるのかな。これで全部オフってる感じですね。2個だけオンにします、怖いから、さすがに。でマックまでなしにして、これで行ってみます。あ、ちょっと膨らんだりとかでも大丈夫。まあでもタトゥーラとかコンクタトゥーラとコンクリートは僕の中でもほぼ同じぐらい、下がったとしても、飛距離に関して言うとほとんど変わんないかなってイメージなんですよね。でこれはタトゥーラとコンクリートが100飛ぶとしたら90から85点ぐらいの飛距離ですかね。85点というのは85メーターってイメージですかね、今のところ。だその本当にブレーキカスカスになくした状態っていうので、マニュアル的なサミングでどこまで飛ばせるかってところですけど、もうちょっとメカニカルをもうちょっとカタカタこうちょっとカタカタと音がしちゃうぐらいで行ってみます。ちょっと怖いですけど、うわー伸びた、めっちゃ伸びた、めっちゃ伸びましたね。あ、すごっ。ただ今これ無風なんでちょっと何とも言えないですけど、ね、それが向かい風だったりしたらちょっとねバックラーの危険性とかもちょっとあれですが、すごい伸びましたね。10メーターぐらい伸びました。さらに一応友達からはメカニカル本当にカタカタ言っちゃうか言わないかぐらいまで下げてのブレーキ全く全部オフ、まあ、もちろんそれがねブレーキ効かないから回るは回るんですけど、なるほどね、これはすごい伸びましたね。ヘッドディップやったらやばそうです。今度こっちアップ、あ、たまにパッとラインが浮くけど、まあそうですね、ちょっと伸びた感じします。それでも同等かちょっとこっちの方が飛ばないほどぐらいですね今のところ。次のキャストで、なんだ、遠心か、遠心ブレーキを全部振ります。怖いけどこの無風の時がチャンスで、あとはこの白ペンシルは本当に飛行姿勢がいいので、なんだろうな、アマベンとかちょっと空中で回っちゃうようなやつよりかは絶対的にバックラッシュはしにくいですね。スーンと飛んでってくれるから。まあアマベンもねバックラッシュしないよっていう人もいるでしょうけど、僕の中ではバックラッシュするですね。ちょっとブレーキ全部振ります。はい、結構スムーズにこのカパッと外れていいですね、買いやすい。さあバックラ怖いけど、うわっ下やっぱりダメだ、よく切れなかったな今、危ねえ。さすがピーヒー4号だな。そして、リーダーが多分ナイロンの60ポンドかな、危ねえ。ちょっとやっぱり遠心1個入れます。そうだ、遠心1個入れないとさすがにちょっときついですね。こう一発だけ、さあそれがどんだけ効くか。ちょっとブレーキ上げます。あーでも怖い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 ガスガスいってる。
これだったらでもブレーキ2個した方が逆にいいかな。2個した方がちょっと安心感あるかもしれないですね。飛ぶしそこそこ。あと、もう一回ちょっと、ブレーキ、遠心を2個にして、これカップ落としたらやばいな。友達に怒られる。そりゃそうだな。カップ返してくれてる。サイドカップ。これでいきます。まあ、お、魚がいるぞ。なんだろう。何の魚だ。何の魚だ。見に行ってみようだ。なんだろうな。なんかいるね。なんかいるよ。あ、さっきのボラだ。あ、4、5匹いますね、ボラの群れが。群れっていうか、ボラがいらっしゃいます。これやっぱあれですね、沖へ投げないで、岸へ投げると、高切れしても回収できるからちょっと安心しますね。結構こういうキャストテクニック、キャスト練習の時はいいかもしれないですね。ラスト1投だけちょっとフルでいってみます。ここちょっとカタカタ言っちゃ、若干カタカタ言うか言わないかぐらい。このレベルで、遠心が2個でマグネットブレーキかな。これマグネットブレーキが3個ぐらいカチカチカチとクリック上げてる状態です。最低からいきます。で、垂らしが、1メーターぐらいですね。でいきます。一応フル。あ、でもミスった。ちょっとミスった。ダメ。もうダメです。ちょっと速攻で回収します。これね、また結構ね、意外なもんでですね、フルに思いっきりグンってやるよりも、たまにこう、ヌンとうまいことやった方が飛ぶときは飛ぶんですよね。ルアーの姿勢が本当大事だなって思うんですよね。これがでいきます。だからこの後ろのこのセットバックって、この振りかぶれる高さがね、結構、深さが大事なんですよね。だから後ろ向いちゃうと、ここにこう、この岩の斜めっていうところにあって、竿があんまり下げれないですよね、こうやって。こういう状態で上げなきゃいけないから、あんまりこうタメが引かないんですよね。でこっちから投げれば、まあ、もちろんこう平行に水平にできるんですけど、でそうするとね、こっちアップかダウンかっていう岸際にしか投げれないんで、まあ、こういう誰もいない時しかできないんですけど、はい、お願いします。うわー、気持ちいいな、これは。強一ですね。強一、めっちゃ飛んだ。すごっ。これで、今ので多分どうかな、95点ぐらいかな。カルコンが100、カルコンの超いい感じにはまった時の 100m に対して、これが 100m 飛んでるわけじゃないですけど、 100m っていう点数に対して93から95点って感じですかね。で、こうあんまり痛くなくて、手小さい人でも、僕そんな大きくないんですけど、ここもロープローだから、すごい握りやすいですね。それがすごいでかいです。だからこうフッキングした時にこう、なんですかね、スピニングで絶対にこうフッキングでロッドを落としちゃうってことは絶対ほとんどないと思うんですけど、ベンダーバールとかって結構ここが太いんですよね、リールシートは。それに対して、まあ、あれは DCMD だからそこそこ低いですけど、それでもね、ちょっとこうたまにこうおっとなっちゃいそうな感じ。ベンダーバールでまだ僕フッキングしたことないんで、あれですけど。例えば根がかり外してる時とか、なんかちょっとやっぱ、手そんな大きくない人にとってちょっと若干心配になりそうな感じです。実際落としたわけじゃないんですけど。その辺バスとシーバスとでフッキングの時にかかる負荷とかがちょっと違うと思うんで、ね、結構、もしかしたら落としちゃってる人もいるかもしれないですね。値段もね、結構カルコンとかに比べたらね、購入しやすいとは思うので、どうかなって感じです。こういうで、これ赤いレボービーストロケットっていうのもあるんですけど、こっちも持ってるんですが、それもまた今度使っていきたいと思います。これは普通のレボービーストですね。はい、ちょっともしかしたらライオとかにもね、使えるんじゃないかなと思って、今年もし行けたらね、
導入しようかなとも思っております。はい、という感じで今日はね、レボーのブレーキセッティングについてちょっといろいろと試してみました。はい、では失礼します。お疲れ様です。バイト行きます。